お疲れ様です。なんか世の中はね、情報の時代から行動の時代に完全に変わったなぁと思いますねあの。情報をどうやって掴むかも行動の一部ではあるんですけども、今ね、やっぱり手に渡されているテクノロジーって、みんな日本人だったら同じだと思うんですよ。ね、1億人とは言わないけども、1000万人集合ってやったら、多分受けてきた教育もほとんど同じ。で、体力もほとんど同じ。 行動力もほとんど同じで手にあるスマホもほとんど同じだと思うんですよねで個人の力っていうのはテクノロジーにどうやっても太刀打ちできないと思うんですよだからこそテクノロジーを使った方がいいなと思うんですがその中でじゃあアイディアねアイディアや情報が手に入らないって言ってる人手元のスマホで手に入るわけですよで情報はあるんだけどもなかなか結果に結びつかないってい人行動するっていうことをやれば まあ結果には結びつくんだろうなと思いますよね。すぐにではなくても。あとはその行動のペースでレースがあるっていうことですかね。動画を1万本作れる人と1万本作れない人っていうのがいる。で、片っぽでは質の高い動画を作れる人がいて、少数でもクリーンヒットを打てる人がいる。メくラメっぽを作んないと、その中で偶然にしろヒットする動画が作れない人がいる。まあそういったところには分かれると思いますけども、そもそもアイディアも大してない。 ししかもも実行もあんまりしてない。これでは偶偶然然がが起きても偶然が重なっても、も重ななっ成功にはたどり着かないですよね。だって多分その山のねあの電線の土地代もらって何とかっていう人も多分すごい数回ってると思うんですよ経費を使いながらねそれこそそれに人生全部してると思うんで不労所得でも何でもないのかなと思いますけども。 山からお金をいただくってところだけ見ると不労所得であり、その仕組みは知ってるんだけども、人によってはね、じゃあ俺もやろう。うん。不労所得で生きていけないまでも、毎月1万でも入ったらいいよねって考えて、自動販売機を設置したりとかね、それから、まあ、まさに山に電線を引いてもらったりってのもあると思いますけども、でも、ああ、それだったらもう大変だからやらないよねって選ぶ人もいると思うんですよ。 で、その人はやったってことなんですよね。すごいですよね。やった結果、多分唯一無二の存在になったんで、取材も受けるし、コメントも入るみたいなね。うん、でも、じゃあその人と同じ行動ができないのかって言ったら、できないでもないですよね。だからその人と同じじゃなくてもいいんだけども、別の道で自分にしかできない行動をやって、他者を出し抜いたかどうか、ね。同じレースじゃなくてもいいわけですよ。うん、で、まだ誰も手をつけてない、 レースに自分が胃の一番に参加して成功するかどうかわからないけどもやってみることによって道がね引けるんじゃないかなっていうところありますね、うん、やっぱりすごいと思いますよやっぱ吉谷さんの発想もその山と同じですよね一本一本は少ないけれどもでもねえ無料動画を10本20本自分の意思で見た人だったら商品の一つは2つ買ってくれるだろうっていうのは私も同じように感じるところですね、うん、あ今日は歯医者なんで行ってきますじゃあ